北条氏治テル。宝城宇テルは、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。北条氏康の四男。宗家の虎にこうし、女医常樹と刻まれた竜の印象を使用した。北条氏康の三男として生まれる。宝寺元年、1555年11月に、下嘘火災城で行われた古学坊足利義士の元服式に、 兄弟で唯一父と一緒に参加している。工事2年、1556年5月、大石家の両国に所在した相模様里の神社の最高にあたって、大旦那を務め両国支配に関与し始める。また、この年元服したとされ、金の玄像と宇治テルを名乗ることになる。大石家に養子入りしても、しばらく、具体的な両国支配は宇治安が管理し、 過労として付けられた、カノヤスミツ、後の法縁総縁と、少式武将優有が当たっている。永六二年、1559年11月、大石家の本城由井城に入り、自ら有井領の領国支配を開始する。この年、大石貞寺の娘、ヒヒダをめとり、養子縁組をして、大石玄蔵を辞てると名乗り、家督を譲られる。治療であった玄、 相模原市方面の各村への文書では、唯元蔵を名乗っている。A65 年、1562年3月、前年に、北条氏に滅亡させられ、ゆいに来た接して展開していた国州、三田市の両国であった、勝沼寮を与えられて、ゆいに併合した。それに伴って、A66 年から a 6十0年までの間に、新たな本拠として、滝山城を構築し、移っている。 A60 年、1567年からは、北関東、南関東の取り次ぎを務めるようになり、北条家の外交、軍事において、重要な役割を担い始めた。この年の末に、武田信玄の家臣、小山田信繁らの軍勢が、小仏峠を越え方義国に侵攻した。宇治テは、中山家藩、横地義信らに迎撃を命じたが、高山霊の二重利、元、 八王子市二十里町、二十里古仙城に行って敗退。その後余勢を勝って押し寄せた武田勢に攻め立てられ、滝山城は三の丸まで陥落し宇治テルは二の丸で、指揮を取ったという、この時、宇治テルと武田勝頼が槍を合わせたとも伝わる。このような宇治テルの奮戦により、最終的には武田軍に滝山城の攻略を断念させている。A61 年。 1569年、再度来襲した武田の軍勢が小田原城を囲んだ。撤退する武田勢を、宇治てる、宇治国の軍勢が迎え撃ったが、小田原から追撃してきた本隊の動きが遅く、強撃体制は実現しなかった。この間に、武田別同隊が、宇治てる、宇治国の陣により、さらに高所から襲撃し戦局は一転、宇治てる、宇治国は敗北した。 戦国最大規模の山岳戦として知られる、三瀬峠の戦いである。この年の12月までに、大石から、北条西に戻している。天正2年、1574年1月以来、下宇佐国籍や土壌の攻撃を本格化させ、吉重の圧戦で、柳田持助も抵抗を諦めうる11月16日には、抵抗を諦め、19日には解除させた。 これ以降小学坊、足利義氏の貢献を務め、利根川水域を支配した。天正3年、1575年6月宇治政は、下屋国奪取を目論ろみ、宇治テルラを下屋に侵攻させ、江本城を攻めて落城させた。勢いに乗る北条軍は、小山秀綱の本城を攻め、12月には、小山城が落城し秀綱は、佐竹氏のもとに落ち延びることになる。 この年頃から、北条史上のみならず、小田原城の総武領として、働くようになり、同年から天正四年、1576年までの、間に、陸守を称するようになる、天正六年、1578年、上杉氏の家督争いたちの乱が起こると、実定、上杉景虎の援軍要請に応じた兄、北条氏政の名城として、氏国と共に、越後に出陣。 北条勢は三国峠を越えて、坂戸城を四湖の間に臨む樺沢城を奪取し、坂戸城攻略に着手した。しかし上杉影勝方はよく守り、また冬が近づいてきたこともあって、北条勢は、樺沢城に、宇治区に、北条高広らを置き、北条影広を遊軍として残地しての撤退を強いられた。そして、影虎は翌年滅亡という悲運をたどった。 天正七年、1579年、交渉同盟が適利となると、北条氏は、織田信長、徳川家康との同盟交渉を開始し、9月11日には、宇治テルの使者が信長の本拠安土城に到着している。天正八年、1580年には、織田氏に、従属の表明と宇治政の根性を伝えるために、本家の宿老、笠原康明と、 宇治テル宿老の間宮綱信を派遣し、3月10日、信長に越見している。この年の5月15日に宇治テルは、海西原に進行している。同年から9年、1581年の間に、八王子城を構築し、本拠をそこに移している。天正10年、1582年6月の本能寺の変で、信長が死去すると、織田領の混乱を見て、 老いの北条氏直らと共に、小田領の上野に侵攻し、信長の家臣、滝川和正を破って、北条領を拡大した、神奈川の戦い。信長死後を継いだ、豊臣政権からは離れ、海の国や品の国に侵攻した、天正神語の乱。天正十八年、1590年、豊臣秀吉の小田原征伐の際には、徹底抗戦を主張し、居城である。 八王子城には重心を置いて守らせ、自身は小田原城に籠もっているが、八王子城は上杉影勝、前田利家に攻略された。小田原会場後、秀吉から主戦派とみなされ、7月11日に兄、宇治政と共に切腹を命じられた。自生は、没後、家臣、中山家藩の子孫である、中山信寺が供養道を建造し、 八王子市元八王子三丁目に今も現存している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。